千箱サンセットビーチ祭り2013サンセットビーチ千箱千箱サンセットビーチは日本の北海道小樽市千箱に設けられた海水浴場である。故障については、小樽市や地図関連業者、観光業者などはサンセットビーチ千箱を用い、管理、運営者は千箱サンセットビーチを用いている。 日本海に開けた石狩湾の奥部に形成された長い砂浜の一部を利用した海水浴場であり、星沖川河口の南に位置する。南に千箱ヨットハーバーと隣接し、さらにその南隣には千箱海水浴場がある。毎年の開設期間は7月初旬から8月末まで。北海道は2004年4月1日、プレジャーボート等と、 水域利用者との間で頻発する水難事故等を未然に防止すべく北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例を施行した。かかる条例の指定地となったサンセットビーチ船箱には指定された他の海水浴場と同様、この時以来プレジャーボート等が侵入できない水域利用調整区域が設けられている。加えて 海水浴場内遊泳区域と隣接するヨットハーバーとの間にバナナボートが通行する水路を干渉区域として設けることでも遊泳者の安全が図られている。なお、バナナボート用水路は海水浴場の水域に属する。ありがとうございます。